申し訳ございませんえー、結構俺謝ること多いな。<laughs> 謝ること多いんですけれども、ちょっと聞いてくださいよちょっと聞いてくださいようちの、えー、社長のマスミッチがですね、えー、いつも編集してくださってるんですけど、先ほど、えー、今日は忙しいと。だから、ちょっとデータ送れないっていうメールが入ってきたんでございます。 ね。本当に、ソータは、3本ぐらい、4本、5本ぐらいかなストック送ってるんですけどね。忘れ道待ちだったんですけれども。ということで、今日も急遽今撮影しております。そして、えー、この撮影が終わったら速攻でアップロードしますので、えー、今日は遅れて申し訳ございませんでした。えー、どうしようね。何について語ろうか。急遽だからね。本当急遽だから、大奉納何もねえんでございますよ。 うん。うん。自分、俺の営業やってた頃の話しようかな。それとも、うんちくを語ろうかな。それとも、あれにする <laughs> バスミが、霊匠なかったから、バスミっちになんか罰ゲーム、仕掛けよっか。<laughs> なんか企画考える <laughs> まあ、ちゅうわけでございまして、そんなの、マスミンはね、フいふいやってくれてるから、その罰ゲームは冗談として置いといて。えー、じゃあ、ね、あの、すいませんでした。遅れました。えー、 って言って、編集なしの、ね、ただ伝えるだけのね、その、今日はこういう事情で遅れましたって伝えるだけの動画だと、ただのクソ動画じゃないですか。そんなにはみんな楽しめないからね、なんかうんちくについて語ろうかなと思います。そうですね。うーん。あ絶賛低血糖、えー、絶賛副人披露なんでちょっと、 あの脳もぼーっとしてて体もだるいんで、なかなかこう、うん、まく喋れないかもしれないですけど、そこはまあ、ご勘弁くださいまし。闘病アーティスト、星野うたですので。えー、そうじゃあ、これについて語ろうかな。みんなさ、あのー、うんこするでしょ <laughs> うんうんするでしょうんうんさ、臭い人いる臭くて悩んでる人いるあのね、 この匂いを取る方法があるでございますよ。はい。それは何をしたらいいかって言いますと、まあ、お肉の量を減らせばいい。単純でしょ単純。うん。あのね、世の中にたくさんの動物がいるでしょで、そのたくさんの動物の中で一番うんうんが臭いと言われてるのはライオンなんですよ。ね。 肉食獣のうんうんってすんごい臭いんだって。だからお肉食うと必然的に人間も臭くなります。みんな経験ない焼肉屋行った後のおなら。やばくね やばくね <laughs> ソウタはよくね、あ焼肉屋行くんですけど、僕はかなりの肉食なんで。で、タンパク質も取らないといけない体質なんで、低血糖症だから炭水化物とかあんま取れないんですよ。だから肉中心の生活だから、結構僕のおならだったりはもう毒ガス兵器なんですよ。核なんですようん。だから肉中心にするとおならも臭くなるし、うんうんもかなり強烈な匂いになります。うん。 焼肉屋行った後やばいよね。へへへ。にほほほほほ。<laughs> ということで、あのー、ま、あ野菜だったり、果物だったり食べてる、えー、草食動物だったりとかのうんうんっていうのは、基本全然匂いはしません。うん。だから、うさぎのコロコロしたのとかってさ、あの匂いしないしさ、こうやって触っても別にそ、そこまで問題ない。その後ね、手洗わなかったとしてもね、俺は嫌だよ俺は潔癖症だから手洗うけども。あと、ゾウの、 うんうん。ゾウってさ、草とかしか食べないじゃん。草とあと泥とか土も食べるんだけど、でも、主には草をしか食べないじゃない。ねそのゾウのうんうんっていうのは、あのね、緊急時に、あの、こして、それで、お水とかにできるの。すごくにゃすごくなすごくなって言っちゃった。すごくにゃ <laughs> あと、ゾウのうんうんの、 あのお,お茶っぱにしたお茶とかも確かあるらしいんだよねうんすごいよねすごいよねでもあのサバンナとかのに行ってるそのに生きてる人たちとかあとサバンナとかでレンジャー部隊行ったりし,した人たちはみんな言うんだけど肉食獣とかライオンの運が運はもうやばいらしいですねはいプン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 らしいですよ だから、うんうん、臭い人は、肉を避けて、えー、そうですね、野菜、果物中心の、えー、食生活に切り替えて、えー、あと、腸内環境を良くすれば、乳酸菌がいいですね。発酵食品をとってください。ビフィズス菌、善玉菌を入れると腸内環境が良くなって、きっと、うんうんも素晴らしい、うんうんになります。ちなみに、ベストなうんうんっていうのは、バナナ。 バナナの形状で、しかもバナナの柔らかさがベストでございます。柔らかすぎてもダメだし、硬すぎてもダメなんでございます。はい。すごい汚い話になっちゃったけど、いいよね。晩ご飯時も超えたもんね。えへへへ、にょほほほほ。えー、台本なかったけども、うんこについて結構語れたなああ語れたなちなみに、えー、黒だ,だ,だと悪玉菌が腸内環境を占めてる。 うん、で黄色になればなるほど善玉菌だからこうグラデーションあるじゃん黒から、えー、灰色茶色で黄色に近づくにつれて善玉菌の多さ、うん、悪玉菌が多いと黒だし善玉菌がいっぱいだと黄色になります、うん、でそのグラデーションのによってその悪玉菌と善玉菌の比率があるんでございますよだから、うん、うんはちゃんとチェックしましょうねみんなみんなチェックしなきゃダメだよ うんで、自分の健康状態とか、腸内環境とかわかるんだから、すごいんだよ。俺は、まあ毎日毎日、俺はゲイリーブーアだけどね。24時間365日、ゲイリーだけどね。だけど、病気治して、必ずバナナのうん、出してみせるぜ。<laughs> 何の誓いだ <laughs> じゃあ、まあ、そういうわけで、 ま、スミッチが最近忙しいから、まあ、たまにね、こう、急遽撮って遅れることもあるだろうし、ノー編集、ノーカットの動画を上げることが増えてくるかもしれないです。だけど、相談節は変わらないので、見てください。メモっててください。じゃあ一緒に、これでやってください。Thank you.